レオポルド・オルターが描いた石膏が働く。ヨース現代の石膏が仕事をしている。ヨースフランスの石膏が、のみと土で、比較的柔らかい石を加工している。ヨースドイツの石膏が、のみとマレットマレットで仕事をしている様子。頭の部分が丸くて大きな土を使っている。岩にくさびを打ち込み、狙ったところで割れる。石膏とは、石材を加工したり、それで何かを組み立てたりする人のこと。 またその職業のこと、人類文明の初期から、ある職業の一つとして知られる。自然石は木材と並び、最古の建材の一つである。また、古くは、頑丈で長持ちはするものの、加工が難しく、コストのかかる建材でもあった。そのため、城壁、宗教施設、護岸、道路、橋梁など、過去には重要とされた分野で、石が使われてきた。石膏は、 そういった事業に関わり合う専門的な職業として古くから確立されていた。石造りのものは長く残るということもあって、石膏ともども歴史、技術史などに登場することは多い。石による建築物、構成物として著名なものにエジプトのピラミッド、ソールズベリー近郊のストーンヘンジ、イースター島の巨石彫刻群、 アテナイのパルテノン神殿やエピダウロスの円形劇場、ペリューのマチュピチュ、中南米ユカタン半島全域に存在するマヤーステ海石群、カンボジアのアンコールワット、ヨーロッパ各地の大聖堂、各所の城塞建築などが挙げられる。ヨーロッパでは伝統的に近世までは彫刻家と石膏の区別がなく、両者は同じギルドに所属した。現在では他の新技術に押されており、 石膏の登場する範囲はだいぶ狭くなった。しかしながら、墓石を含む記念碑類、石道路をはじめとする宗教的設備、各種の屋外装飾品類などでは、石の細工品、そしてそれを製造する石膏は、かっこたる地位を維持している。古代エジプトの石膏日本では、比較的地震が多いという土地柄、建築物の分野では、あまり普及しなかった。 しかし土木的分野では古くより使われてきた。城に置ける堀の柿などにはほとんど例外なく石垣が使われてきたし、近世以降には石像のアーチ橋も建造されてきた。現代では土止めの壁や橋梁類はコンクリートや鉄などによって作られることが大半で、あるが外装として薄い石板などを化粧板として貼り付けることがある。そしてそういった自然石を使った 化粧板などを製造するのも現代の石膏の仕事である。安土桃山時代に築かれた安土城では延暦寺の石組みを行っていた職人であるあの州が動員されたという。肥後の石膏は技術がとても高いと言われ、通順橋や霊大橋などの歴史的な重要文化財があり、全国の石橋の4割を熊本県が占める。他にも熊本城の武者返しと呼ばれる、 美しい扇勾配を持つ石垣などから当時の技術の高さを垣間見ることができる。使用する石材は主に加工岩が多いが多くは近場で採取できる石材を使うことが多かった。また石を組み上げる技術は最高レベルでは石と石の間に紙が通らないと言われるほど成功なものであった。石材志向技能士、職業訓練指導員などが存在する。ありがとうございます。